今日は夏休みスペシャルということで、トラキー再び登場していただきました。ありがとうございます。そしてこの場所めちゃくちゃいい感じの場所でしょ。 YouTube でもよく話が出てくる神風です。僕が世界一好きなビアバーです。はい、嬉しいですね。生タップ20タップあるんですよ。これがどん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 変わっていくんで、もうここで何百種類っていうビールを飲ませていただいてます。これ変わっていくんですね。変わっていくんですよ。すげー。オーナーの林さんです。世界一ご機嫌な人間ですよビールだけじゃなくて林さんの人柄がね、ここのお店一番来る理由です。トラキね、はい、7月13日に誕生日ということで20歳になりました。やっとお酒が飲めるということで乾杯。おめでとう。うまっ。こんな飲みやすいんですね。これ滋賀高原ビールの霞っていうエールビールです。美味しいやろ。めっちゃ美味しいですね。こんなフルーティーなんですね。そう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 、いろんなフレーバーのビールが。今日はね、なぜトラキくんがここに来てるかというと、この前にキャットでね、はい、ワークショップをやってもらって、飲もうと約束してたんでついに実現ということです。嬉しいです。今日どうやったワークショップは。いい場所ですね。おお、ありがとう。天文学校であんな踊る場所あって、うん、これはダンス上手くなりますねめっちゃいいですね。生徒もみんないい人たちばっかですね。みんななんか素直ですごい吸収してくれる、ね、うん、生徒が多いから。3月末から3週にわたって、はい、マシン原田の部屋登場してもらいましたが、はい、1回目が今14万再生ぐらいで、で最近また急に伸び出してんねん。マシン原田の部屋、うん、出てなんかこう反響とかあった。いや、めっちゃみんなに言われます。おお、そう、めっちゃ見たよみたいな。へえ、なんか俺もめっちゃ嬉しいわそれあとなんか言ってたことが、うん、ヒップホップのこととかすごい言ってたから、それに同感したってすごいみんなから連絡も来たし、よくぞ言ってくれたぐらいのそらきじゃないと言えないんだとか言われたんですけど、いや、お礼ちゃんなんか気合が入ってた言葉でもあったんで、自分にとって。だからそれがマシン原田さんの部屋で言えたことが俺は嬉しいなって。なるほどな。あー、でもそういう風に思ってくれたら俺もやった甲斐があるよ。日本とかね、海外からもたくさんコメントが来てるんですよ、はい、なんといっても宮古自身からこのザ・ディー、そらきのザ・ディーの意味をねトラキが解説したのとはね、違う本当のことを教えてくれましたね。やった素晴らしい才能と多様性に選ばれたね、ブラザー、これからも頑張ってくれ。ドープダンサーダイバーシティの頭文字でザ・ディー。ドープなダンサーですごい多様性に飛んでるっていうこと。ダンスじゃなかったよ。嬉しいDDD とかですね。そう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 DDD やで、ね、あとはこのローラ・スペンサーさん、うん、彼はとても謙虚で控えめで才能があり見ていて楽しい。 D ・ソラキファンクラブがあればいいのにファンクラブはないの。ファンクラブないですねというコメントをこの人が書いたら、それに返信で私も入る、どうやって作ったらいいんだとかってめちゃくちゃ盛り上がってるとこのスレッドがどういうことですか。やばいっすね。であとはもうね、国内外問わず
大好きだ、一度見たら癖になって毎日見てますなどのコメントが寄せられてます。うわ嬉しい。熱狂的なファンにメッセージをお願いします。本当にいつも見ていただきありがとうございます。すごく自分もパワーになってるので、皆さんもっともっとコメント出してくれたら自分ももっと頑張ります。ありがとうございます。でこの前ね韓国行って、海外の方がこう熱狂的なファン多いと思うんだけど、写真撮ってとかサインとかって言われる、うん、言われますね。でも、うん、海外行ったらダンスシーンでそう言われること多いんですけど、うん、日本は渋谷とか歩いてるだけで言われるんです、はい、うおーなんかいいな。めっちゃ嬉しいことです。怖い時もあります。電車乗ってて隣の人に、今隣座ってるの空木さんですよ、ね、隣にいるに DM とか来た。 DM 来て急に俺もこの前おもろい話があって、はい、車輪乗ってて、いきなり横におじさんが横付けして走ってきて、原さんですよねと、はいっていつも YouTube 見てます、ありがとうございます。2人で走りながら横で2列でそれ言われて、やばそんなこと初めてやから、ちょっと気まずいですよね。最近はね、こう YouTuber として認知されてるから、昔はもうダンスライトとかの審査員で認知されてるけど、もう今もう何年もやってないから、完全に俺は YouTuber、 マシン原田の部屋のマシンさんだから、 YouTuber 自分全くそんなつもりはないけど受け入れざるを得ないなとYouTuber とも誰一人思ってないのダンサーはそう、ダンサー誰一人思ってない。いやでもダンサー以外の人結構見てくれてんのよ。ダンサーファンになって、なかなかそのダンサーって喋らへんし、こういう人前で自分に書くとかを言えない。だから結構見てくれて、いつも見てますみたいな。僕の子孫買いまして、面白いですね。あ、そうめっちゃ面白いです。気になる、気になるチャンネルですめっちゃ気めっちゃ見てます。ありがとう。こんにちは、マシン原田の部屋へようこそ。本日のゲストはこの方、ソラキくんです。イエーイ、よろしくお願いします。サラキです。緊張する。緊張するか。めっちゃ緊張してます。ほんま、はい、いや、いつもさ、はい、全然そんな感じ。マシン原田の部屋、もう26人目ですが、史上最年少の19歳と、そういう意味では緊張するんじゃない。そうですね、プレッシャーが急に来た感じですよろしくお願いします。お願いします、はい、ではまず自己紹介から。サディ・ソラキです、ジャンルはヒップホップやってまして、年齢は19歳で湘南に住んでます。ベトレイっていうチームで活動してます、うん、他にチームやりたいなとは思うけど、うん、なんせ友達が少ないっていう。あ、そうなんそうなんですよ。ハッピーに見えるけど、うん、ガツって来ちゃうと、うん、ってなっちゃうんですよ。あ趣味は CD 集めとかめっちゃ。 CD なんや。そうっすね、レコードと CD めっちゃ好きです、ね、アナログなんや。散歩と、うん、サイクリングに余裕で 1日10キロとかチャリこいだりしますね。あんまりこう一人でこもってる時間が好きだけど、うん、あのいっぱいありすぎると、うん、うわーってなってきちゃうんですよね。ザ・ディ・ソラキやけど、ザ・ディって何今。ザ・ディっていうのは、ニヤコにお前はザ・ディだって言われたのが始まりで。いつ高校か。あ、そんな昔からザ・ディなんや。付け始めたのが中1とかなので、うん、2年間ぐらいこう、なんだろうザ・ディって思いながら、うん、付けてみるかって思ったのが中学生だったんで。その時ニヤコになんでって聞けへんかったの。聞けなかったですそれどこでSDCJ のキャンプです。ワンオンワンのオールスタイルのバトルで、うん、めっちゃ調子よくてその日、うん、小学生でちっちゃいながら勝てて、うん、俺はザ・ディーだって謎に言われました。絶対ザ・ダンスだってことやと思うんだけどな。そうですね、うん、ザ・ダンスってことだと思います、うん、俺ほんまにソラキのダンス見てすっごいダンスと思うのよ。マジっすか、うん、超嬉しいっす。だからもうナチュラルボーンダンサーズって思ってるうちの一人。あ、嬉しいっす。最近で言うとカリンちゃん。カリンちゃんはもう全てがダンスやん。彼女もザ・ディーと思うのよ。大技とか思いっきりやらんでも存在がダンスやん。ソラキもなんか俺はそう思ってたから。嬉しいです、めっちゃ嬉しいです超嬉しい、嬉しい。もうソラキといえばレッドブルのダンスユアスタイルで優勝して、もうあのダンスがもうめちゃくちゃ世界に広まったけどどうやった実際。終わった瞬間は全く実感がなくて、うん、何が起きて、なんでトロフィーもらってた、何が起きてんのみたいな感じの気持ちだったんで、はいはいはい、うん、1週間ぐらいしてからやっと、うん、優勝したんだと思いました、ね、でも1日めっちゃ楽しかったよ。もう最高ですね。もう
ハッピーな日に過ぎて、みんな南アフリカの人たちだから、うん、ハッピー人間だから、みんなわーよいしょみたいな感じで来てくれるのが自分にはない感覚だったんで、ね、予選にはちゃんと勝ったってことやろ。出てないんですよ自分予選。8人だけゲストバトラーがいて、うん、その中に吉江さんもいて、うん、で自分もともと補欠だったんですよ、うん、レッドブルがスポンサーの人が出れなくなって、うん、自分がたまたま生きるようになって、うん、あのファイナルのステージから出れたんですよ俺。吉江ちゃんとソラキだけなの、そのシードっていうのは。アクションとリッキーは違うの。予選からだったんですよ。予選からやったんや。日本代表として64人の中に入るんですよ、はいはいはい、プレッシャーみたいなのすごくて、うん、なんで俺が入ったのかもよく分からんすよね。そやないや、グッチョンさんの方がいいんじゃないですか。本当本当すごい。なんでなんだろうみたいな、うん、でも補欠って聞いて、うん、あ、楽しみに行けるんだ俺と思ってたんですけど、すごいってやべ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 ってなってどうしようどうしようみたいな感じだったんで。なるほど。これでいいのみたいな感じだった、うん、ある意味緊張したし、逆にもういいやとか思って緊張し なかった部分もありましたね。もうすごい人やな。すごかったっす。音が聞こえないんですよ、歓声出すぎてみたいな。何の繋がれてんのみたいな。いやちゃんとめちゃくちゃ音聞いて踊ってたよ。ザ・ディ・ソラキの名をね世界に知らしめた準決勝のバトル、フムザ、はい、彼も若いんよね。同い年なんですよ。これ踊る前はどんな気持ちなん？この曲かかった瞬間マジで勝ったと思いました。あめっちゃ好きやったんこの曲は。そうなんですよ、もう大好きな曲で、この時、うん、何考えてたんだろうな。いやもう痺れるよな、でもそうですね、もう巻き方がやばいよ。ここが一番気持ちよかった。このタンタンタンのこの、うん、あ、 もうあれやろ、全部即興やろ、向きで。そうですね、この時にもう、うん、ここ上向いてる瞬間がもう自分気持ちよすぎて、うん、あこれはこれはこのこれはダウンした時のハッピーにしたもとりあえず。ほらもう気持ちいいよこれ。めっちゃ気持ちよかったですね、この自由自在さ。ダイアナロスで踊れるっていうことがもう個人的にもハッピーすぎて、幸せな気持ちで踊ってました。なんかぶっ飛ばすとかいう気持ちよりもこう、はいはいはい、ハッピーに踊るっていうなんか多分この時は思ったんだろうなと思います、ね、なるほど。で相手が出てきます。いやでもこの曲をここから踊るってめちゃくちゃ難しいと思いますね、多分。フムザがこうやりたいすぎてどう思ったのこれ見てて。いやもういけたなと思いましたね。かっこいい。やっぱ海外勢あるあるなんですけど、うん、こうこうつながりとかテクニックで見せるのがやっぱ、うん、メインだなって思いましたね、うん、この曲流れた時は、うん、マジで10年ぶりぐらいに来たなと思いましたね。でも正直言っちゃうとこの時すっごい疲れてましたね。あそうなんや。酸素が薄くて、はい、あこの会場の。そうなんですよ、もう疲れてます、休んでます。なるほどなるほど。難しいですよね、こうアフロビートの曲って。うん、まあもう1本目に比べたら 20% ぐらいな。そうなんですよね。アフロの人なんですよ、もともと。だからやっぱこういう曲やっぱ上手いですよね。2ムー目だけだったら絶対負けてますもんね。そう思った。ツーブームは完全にフムザの方がいいやん。今見てーとか言ってる。上に乗ってるのはあれ参加したダンサーなんやろ。そうですね、この量で乗られるとプレッシャーよな。そうですね。このズバリ勝因は何なん。I'm coming out じゃないですか、やっぱり。もう I'm coming out を DJ が流してくれたっていうのがもう勝因だと思ってます。奇跡だったんだろうなって思いますね。 PDD がすごい好きで、バッドボイスレコードがすごい好きで、ビギーが亡くなった後に More Money More Problems っていう曲があって、ダイアナロスの曲をサンプリングした曲で、
でその曲の意味がお金を持ちすぎると問題が起きるよねっていう曲なんですよ、はいはい、いろんなことに向けたい曲で、うんうん、その曲に自分めっちゃ救われたんですよ。元ネタ調べてみようと思ってダイアナロスも、まあ、ほんと毎日聴いてて、うん、小学生とか中学生ぐらいの時ずっと聴いてて、ビギーの生き方がすごい好きだったんですよ、うんうん、映画とか見ててすごい心打たれた部分があって、その時に知った曲だったんで、聴くと涙が出るみたいな曲だったんですよ。だから流れた瞬間は本当にわあ、この大きい舞台でこのダイアナ・ロスの曲で踊れることとか聴けることとか嬉しすぎたし、正直ちょっと感動しましたね。かかった瞬間にもういろんな思いがバーッと、そうフラッシュバックしてきましたね。そら踊りできるような そんな思い入れのある曲やったら、うん、完全にあれが全ダンスの中でこのダンスやスタイル、うん、一番いいやん。一番いいですね、うん、間違いなく、うん、それでダイアナ・ロスのヒットチャートが上がった。そうそう、日本のチャートで3位まで上がって、うん、すごいよな。その現象はすごいよな。ヒットチャートを変えたってことだよ。ダンスでダンスのパワーをみんなこうもっと感じてほしいよね、うん、いいダンサーが使えば曲売れるんです。ダイアナ・ロスがあなただったら踊ってもいいよっていうなれば、うん、一人で夢の曲でショーケースできるようになるじゃないですか、うんうんうん、その瞬間俺が一番求めてるものだなって思いますね。もっともっとこうなっていってほしいなって思いますね、うんうんうん、キング・ダ・ヴィンチはどんな人だ。キング・ダ・ヴィンチは、うん、ナイジェリアの人だ。あで予選からもぶちかましてて、もうフィジカルすごいもんね。謎にロックするんですよ、うんうん、意味が分かんなくて。でもなんかナチュラルに乗ってるだけなんだろうなって思いますね、自分感じたまま。そうやな、ロック見た感じを自分のなんかあれでフィルターで踊ってるみたいな、情熱ですもんね、なんか、うん、これがすごいよ、もうこれした時マジで何やっべーってなりましたね。何しようと思いましたね。でもベスト4から5分ぐらいしか空いてなくて休憩が、はいはい、あそうなんや。そうなんですよ、しんどいやん。すっごいしんどくて3ムーブあって、うん、だからこのムーブはめっちゃ落ち着いて踊ろうと思いました。とりあえずそんなにもう使わんと、うん、ある程度温存もしながらコントロールしながらみたいな、うん、でもめっちゃいいやん。てか左足強いよな、この辺とかもあんまりこう体力を消耗させないように、うん、こうみんな結構ハッピーに踊る人たちが多くて、うん、なんだか意外とこう本気でバトルをしてジェシコ来いよとかやってるやつだから少なくて、なるほどなるほど、逆に自分はそうしようと思ったのが、うん、いい方向に向いたのかなって思いますね、うん。でもちょっと疲れが見えるよね。そうですね、どう見ても。おお身体能力とにかく行くよね。この人は。で2本目はどう攻めよう思ったん。これはこれも、うん、なんかこう ちっちゃい動きで攻めていこうと思ったんですよ、うん、やっぱ3曲目にぶちかまそうと思ったんで、はいうん、なるほどなるほど。でもめちゃくちゃやってるやん。今見るとそうですね。思いっきりやってるけどな、これは。ほら完全にもう影響されてるやん。そうですね。この曲流れるとき、うん、マジ何の曲と思いましたね。ああ知らないんだけどと思いましたね。一番知らないんだけどって思いました。一番大事な3曲目に一番知らん曲。でこの曲を後から調べたら黒人の文化の、はい、結構訴えてる曲で、その5年前ぐらいにアフリカアメリカの人たちがこう心を打たれた曲らしくて。なるほどね。じゃあ向こうでもめちゃくちゃメジャーな曲なんや。そうですね、この曲聴くとみんなこういう感じになるらしくて、はいはい、また行く。また行く。ここはもうこの曲やからなかなか攻めにくいよな。そうですね、もう気持ちのままに踊ろうと思いましたね、うん、ここら辺から吉井さんがすごい教えてくれた、うん、アレンジしてみたいな。なるほど。
すごい相手もいいやつで、うんうん、なあもうあんなんな抱き上げてくれんねんですごいピースフルなやつで、でもバトルするときはなんかバトル精神もあって、うん、久々にバトルしてて、うん、あ最高のバトル相手だって思ったのかもしれないですね。この時終わった後も結構連絡してて、うん、DM とかもよくしてて、それは素晴らしいな、うん、この時の気持ちはどうなん、分かんないと思いました、ね、自分勝ったのみたいな、負けたのみたいな、でも赤も多いし青も多いし、うん、もしかしたら負けたかもと思って、自分の感覚ではどっちやった、勝ったと思いましたね。あタイになってどういう気持ちやった、この時は舞い上がってるし、うん、英語も聞き取れなかったし、うん、俺勝ったのみたいな気持ちでした。あよう分かってなかった、ね、でグッチョンさん来てくれて、今から延長だぞ、今いけるぞって言ってくれて、吉江さんもそう言ってくれて、なるほど、じゃあなりました。どう攻めようと思った、もう気持ちのまま、もう体力もないし、うん、もうラストだし、うん、もうできることは全部しようと思いましたね。でも向こうのこのロックがもうめちゃくちゃすぎて、いけるかもと思いましたね確かにもう、なんだよそれって感じだもんなもうでも相手ももう同じ気持ちやろな、全部やったれって感じだもんな。そうですね、行くとこまで本当に行きますよね。でも、ジップまでして乗り乗りやん、ロック返してやんあのリピートリーで、ね、意外とこうシンプルな動きが盛り上がったんですよね。うん、もう勝ったと思った。いやでもこの時は分かんないなと思いましたね、どう判定されるのか。おお真っ青やん、マジって思いましたね。ゾワゾワゾワってくる感じ、うわーってなりましたね。こうなんか自分の中で燃えたというか、う一気に体温がバーって上昇して、もう吉江ちゃん飛びつくうっちゃんも飛びつく改めておめでとう。いやー誇りよこれは。うわ嬉しいですね。いやなんか今見てもなんか何だけそうなりますね。すごい嬉しいですね。去年のね11月4日にレッドブルダンスやスタイルで優勝して、うん、もうめちゃくちゃ反響とかいろいろ変わったと思うけど、9ヶ月経ってるさらにいろいろ変わった。変わりましたね。どんな風に変わった？本当にありがたいことにレッドブルがついてくれたり、うん、G ショップがついてくれたり、うん、ファッションモデルもすげえ大手のブランドから、うん、堺とか、うん、クリトンとかから話いただいて、継続するのって、うん、難しいじゃないですか、うん、でも今の段階で継続できてて、しかもやっと自分の中で整理がついてきたというか、うん、こう全部受けないで自分がやりたいことができるようになってきて、はいはい、すごい殺到してんねんな、オファー。1週間のスケジュールは2個撮影して、うん、タクシー移動でズームミーティングしてとかやってます、ね、結構それが毎日って感じ。なるほど。撮影っていうのは動画撮影、スチル撮影、どっちも。どっちもですね。でも本当にファッションの人たちからはこう踊った映像と踊ったスチルを撮りたいっていう、なんかあんまりないっぽかったっぽくて。なるほどね。まあスタイルもええしね。まあぶっちゃけ言われへんか分からんけど、どれくらい稼いだこの9ヶ月で。内緒ですよマジで20歳でもうジャパニーズドリームやんこれマジでレッドブルーとかのおかげで、うん、昨日 DJ のムロさんとミリさんと一緒にコラボさせてもらって、はいはいはい、おーそうなん、あのムロがリングオブディーン、最高なすごいな、出るようになって、すごいなソラキ、やっぱ想像以上にすげえないやでも先輩たちのおかげです本当に。いやいやいや、あなたの力よ。 YouTube 見てね、うん、みんなすごいって言うやん、うん、でもあなたのそのダンス力があるから全然ダンサーじゃない人にも刺さるわけやん。一目見ても初めてダンサーが好きになったとかなんかいろいろね投稿されてるけど、だからやっぱりそこの力やと思うで。
美味しいです、めっちゃ美味しいです、パワーになります。頑張ってな、これからも、はい、ダンスとの出会いは、ダンスとの出会いが分かんなくて、姉が4歳離れてるんですよ、姉が2歳半からダンスやってて、へー、姉が4歳ぐらいの時はもうコンテスト出てて、コンテスト会場に向かう日曜の朝に、うん、うちの母が陣痛が起きて、うん、自分が生まれたんですよ、ザ・ギー・ソラキョだから生まれた時からもずっとダンスの練習場にいたりとか。姉ちゃんは今もダンス続けてんの？続けてます、続けてます。ちっちゃい頃からずっと音楽とか、うちの母がすごい音楽好きで、あ、ダンスは踊らない？踊らないです。もともと留学してて、その留学の時に音楽すっごい知ってて、ナスのヒップホップステップを流したりとか、いい環境やそんなおかん知らんもん本格的にダンスをちゃんとやり始めたのが4歳なんです、いつ始めたか分からんけど、1歳とか2歳からやってたかな、覚えてないけど踊ってたっぽいです。それはもうナチュラルボーンダンサーや環境がそうでしたね。生まれた時からダンスがあった、音楽があったってことやった。そうですね、3歳とか4歳ぐらいの時に、なんかいろんなイベント行ってたんですよ。その時に本気で立ちたいって言ったらしくて、自分が舞台にバトルに出たいみたいなこと言って、ならやってみるかみたいな話になったのが4歳らしくて、もともとずっと姉に教えてもらってて、その4歳じゃあんま通えないじゃないですか、どこも、はいはいはい、だから姉に教えてもらってて、だからもう姉ちゃん8歳になってるもん、めちゃくちゃうまいよ2歳半からやってねえから確かに8歳でもうダンス歴6年ですからね、そう5年半キャリア5年半やもん、すごいよ確かにそう言われてみればすごいな5歳ぐらいの時にコンテストが出てたんですよ、姉ちゃんと出てた、姉ちゃんと出てたんや。で姉ちゃんがメッサンのレッスンに出てて、はいはいはい、東京の町田のとこでレッスンしてて、はいはい、で姉がずっと通ってて、うん、初めて受けたレッスンがメッサンなんですよ。おー、なるほど。そっからアークスタンに入ったんですよ。アノマリッコなん。そうなんです、アノマリッコなんですよ俺もともとは。姉がもともと入ってて、うん、すごい、もうダンスエリートばっかりやんいやいや3年4年ぐらいで出てて、うん、そっからフォーマーアクションの、うん、昔アンハリットっていうチームがあって、うん、そこに入ってたんです。トップチーム入ってたんです、うん、ずっとしたんですよ。へー。その時に吉井さんのレッスンも行ってて、はいはいはい、小4ぐらいか。おお。そっからが吉井さんと今の出会いですね。え、小4でも吉井に出会ってんの？そうなんですよ。で、吉井さんのレッスン行ってたのも姉が行ってたんですよ、もともと。ていうか姉ちゃんめちゃくちゃすごいやん。姉ちゃんはめっちゃ上手いの？上手いんですけど、うん、すっごいシャイなんですよ。表舞台に出るのが嫌だっていう人なんで、今でも練習もするし、うん、踊ってるけど全然もうもったいないな。そうなん、出てほしいです。それは一番影響を受けてんの姉ちゃんや、先生もなそうですね、その時は吉江さんと出会ってて、うん、そっから吉江さんにずっと習ってる、うん、じゃあ吉江ちゃんが一番習ってんの？そうですね、もう10年ぐらい今でもレッスン行ってますもん。レッスン受けてんの？受けてます天下のザ・D・ソラキが全然吉江さんのレッスン今でも毎週行ってますね。吉江さん2年間ぐらい名前覚えてくるなって、怖いね、怖いねその時は本当すっげえ怖かったんで、昔の方がやっぱ尖ってたって吉江さんも言ってた。いや、それはもう誰もがそうよ今は丸くなりました昔そうやったもう結構なんか気も利かないみたいなそれ生徒に対して、はい、もう、はい、名前もレッスンではない、名前も3年ぐらい覚えないみたいな感じです。すごいね、もうド S 級のド S、 それで習いに行った。今は全然尖ってないんだろうなと思うんですけど、最初の2年とかはやっぱ小学生だったので、うん、超ビビってましたね、うん、急に名前なんて言うのって言われて、あった時が一番嬉しかったですねうわみたいな感じでした2年間覚えてなかったんや一番影響を受けたのはまあ姉ちゃんやけど、その次に吉江ちゃん、そうですね、っていうことは。でその次にトリプル X ラージなんですよ俺は。はいはいはい、影三郎さんとか。なるほどなるほど。てっちゃんとかは毎週会ってるんで、うん、いつも一緒にセッションしてます。なるほどなるほど。ダンスでワークショップとかレッスンしたりとか、うん、ジャッジしたりとかなんですけど、うん、それよりもモデルとか、うん、その企業案件系が今はメインの仕事になってますね、うん、固定のレッスンはやってない？やってます。ノアとイエローブラック、はいはい、あとは地元のところで。生徒めっちゃ増えたんじゃん。それ YB とノアはめちゃくちゃ増えましたね、うん、びっくりしました、うん、そのモデルウォークの、ウォークは本当に上手い人たちがすごい上手いからやってないです、うん、だから踊るんじゃん。踊るようにしてます。あー、ダーウェイで。そういうことな。歩いてほしいって言われるところもあるんですけど、うん、それはちょっとモデル3人侮辱してることになっちゃうから、うん、踊るんならいいですよって感じでいつも言ってます。あ、今身長何センチなの？178かな。178もあんねん。そうか、もう見るたんびに成長してるように俺は感じんねんけどまだ
身長とか伸びてるんです。そう、最近また言われるようになりましたね。すごいな、19歳でまだ伸びてんねや。そうっすね、多分2センチぐらい伸びたんだと思う。前まで176だったんで、2センチ伸びて178になりましたね。180は行きそうやな。じゃあ行きたいですね。ジャパンダンスディライトについて聞きたいんだけど、ボリューム27、ボリューム28と2年連続出てるやん、ベッドレイで。もともとどんな存在だったん、 JDD って。自分は JDD を見に行ってただけだったんで、コンテストやったことなかったんですよ、自分。ずっとバトルやった。そうなんですよ、アネットコンテスト出た以来、出てみたいけど、もしかして自分とは無関係なのかもなと思ったんですよ。何歳の時に初めて見に行った。小6とかだと思います。へー。中学生ぐらいの時には、まあ、自分高校生になっても出る相手いないしな、一生出れないのかなとか思ったんですよ。出てみたいけど出る相手いないし、今も友達ですけど、昔なんてひねくれ透明だったんで、みんなからちょっといじめられたりとかもあったし、結構ひねくれてたんですよ。だから友達も一生できないと思ったし、出るものとは思ってなかった。出たいけど関われないんだろうなと思ってました。自分その友達ってて、別に友達なんかいらんわ、いらんわ、俺は一人で生きていくわみたいな、そういう感じの気持ちでした。若い頃によくあるタイプだね。素直すぎてそういう悪い部分が見えすぎたのかなと。でもダンスは一生懸命やってたよ。そうですね。バトルはめっちゃ結果出てた。全然勝てなくて。でもアライブとかも出てたよ。出てました、出てました。みんなのが先ファイナリストになったりとか、ダンスって自分の中で消化してこう自分の中で踊るものなんだなと思ったから、正直言っちゃえば中1とか中2ぐらいの時は出るのやめようみたいな。バトルもコンテストも全部別に遊びに行けばいいやと思ったんで、JDD も出れたら出たいなと思った時に、急に YOSHIKI が上京してきて、かっけえやつ上京してくんじゃんと思って、出会ったのは俺が小5ぐらいの時に北海道行った時に出会ってるはずなんですけど、アライブとかもちょこちょこ挨拶してるんですけど、あんまり全然知り合いじゃなくて、上京してきて大学で、その次今度出ようよって連絡したのがベトルの始まりで、YOSHIKI ん家に1週間ぐらい居候したんですよ、ずっと俺謎によく分かんないけど。その時にコンテストやってみないって JDD 出ようよって話になってなのが始まりで。なるほどね。予選に出れるなんて思ってなかったから俺なんて。出た時相当緊張したし、もう10年ぶりぐらいのコンテストだし、すごい嬉しかったですね。初めてこの舞台に俺も足を並べたんだと思ったのがでかかったですね。じゃあもう YOSHIKI あってのジャパンってことや。 YOSHIKI がいなかったらもうチームを組んでることもないってことや。そうです、始まってなかったですね。じゃあもう YOSHIKI はもういきなり馬があって。そうですね、もう超合いましたね。何が合うのかよく分かんないんですよ、自分も。性格もすごい合ってるわけじゃないんですよ。2人ともいい意味でどうでもいいんですよ。一緒に遊びに行ったりもするし、チームの中だったら誰よりも仲いいんじゃないかぐらい仲いいんですよ。ボリューム27か、初めてたのが振りぶっ飛ぶんじゃないかぐらい緊張してましたね。初めてが吉江さんがジャッジだったんですよ、俺。あー、そっか。そりゃ緊張するな。初の JDD に師匠が師匠がジャッジだ。やべーと思って。今もう見たくないです、あのショーケース。恥ずかしくて。もういいよ。俺好きやで。本当ですか。うわ、 JD ってみんなこの気持ちを持って昔の人出てたんだってのを初めて経験して、これが本気になるわみんなって思いましたね。初めて身に染みて感じたというか、うわ、これすげえな、このイベントって思いましたね。来年も絶対出よう、もうそうですね、すぐ思った感じ。来年出ようぜってすぐ速攻決めましたね、その時は。出てみてみんな一緒の部屋や。はい。その時の緊張感とかはどう？え、もう最悪ですね、あの部屋。最高やろ。いや、もう最悪ですね、マジで。もう一番後輩でくっそ緊張してピッピッしててみたいな、ここにいたくないみたいな気持ちでした、マジで。なるほど。でもあの緊張感、JDD じゃないと味わえないじゃないですか。まあ、怖ーみたいな感じだったんで。何この場所みたいな。出ると沼っすね。だから結果出るまで沼っすね。なるほど。2回目は、予選は意外とリラックスして出れたんですよ。アライブファイナルとかも出てて、こう長くちょっとずつ知れてって、予選に通らなかったら、どうしようみたいな気持ちだったんで、結構気合も入ったし、絶対通るだろうみたいなネタで自分たちは行ったつもりだったんで、リラックスしてもいたし緊張してもいたみたいな、いい感じの具合で出れて、そこは通れて、去年の反省を振り返って超気持ちよくリラックスして、こう攻めて自分たちがやりたいものをやってみようっていうのが
28はできたショーケースでしたね。でも結果が出ずやって、まあ、ちょっとぶっちゃけ話するとめっちゃうぜえと思いましたね。なんでだよ、なんで分かってくんないの。でもめっちゃ思いましたね、めっちゃうぜえと思ったんですけど、3ヶ月4ヶ月前ぐらいに YOSHIKI と2人見てて、あ、これは無理だね、出続けないと通らないねって俺たちは思ったんで、でも入らなかった時はなんで伝わらんのってめっちゃ思いました、ね、まあでもそう思って踊らん限りやっぱり伝わらへんし、それぐらい自分にどこに持って踊らんと分からへん、ね、うん、一生懸命やったからこそそう思えるわけだ。そうっすね、うん、マジでそう思いますね。ジャパンボリューム28のベッドレイをちょっと解説してください。曲はティグワンハマシアンってやつで、うん、YOSHIKIの学校の先生が教えてくれたらしいです。ああ、そうなんや。そうなんですよ。何の学校行ってんの。東海大学なんですけど、うん、普通の大学の先生が普通になんか音楽好きな人らしくて、その人が最近やばい曲教えてあげるよ。へえ、素晴らしいな。笑ってるよ。白と黒だったのは、うん、ピアノみたいな人もイメージがあるんで。ああ、なるほどなるほど。で、序盤はじっくり見せようっていうのが、うん、でも YOSHIKI 君はロックダンサーやん。そうですね。で、ソラキは基本はヒップホップダンサーなわけやん。そうですね。それ大変やん。でもなんかやりたいものは一緒なんですよね、二人。いや、面白い。それが面白いな。もう完全にフリースタイルでしか踊ってないやん。確かに、確かに。この辺りは、この辺りは、うん、あえてここでルーティンつけないでソロにしたんですよ。ルーティンつけちゃうとしょぼくなっちゃうかなと思って、あの曲調じゃ。そうですね、ここは絶対に見せ場だなと思って、うん、1回目の見せ場だなと思って、はい、いいね今の。これ4曲ぐらいつなげてるんですよ。もう全然余裕やん。このソロは決めてるの？決めてるの？最初だけあそこのゲッタンまでは決めてます、ね、ああ、なるほど。対象とかに全部こう詰め込みすぎちゃうと、うん、後が飽きるかなと思って、うん、こうラストの方に持っていこうって思ったのが、このショーケースかな。でもここ超考えましたね、この辺。どう見せたら正解なのかも分かんなくなってくるんで、この辺最後の方まで作ってくると、今のは吉江さんがアドバイスしてくれて、はいはい、でも落ち着いてますね、めっちゃめちゃくちゃ落ち着いてる。めちゃくちゃ落ち着いてる。YOSHIKI君ロックダンサーで、はい、ヒップホップダンサーで、そらくは、はい、目指すものはどこなんですか、ショーケースの。2人で目指してるのは、うん、2人でブルーノートとか、はい、ビルボードとかでショーケースできたらやばいねって話してて、一番最初にしたんですけど、うん、JDD 優勝したいっていうのはめっちゃ目標ですね。1人じゃなくて2人でしかできないことをしたくて、ショーケースも誰もがやったことないことをしたりとか、挑戦するみたいなのを最初に掲げたのがベトレイなんで、はいはいはい、やったことないことをとりあえずやっていこう、謎の共通点があって、でそれをチーム名にしたんですけど、ベトレイって裏切りっていうのがあって、うんうん、裏切られたとか、うん、2人とも裏切られた人生だったんで、もともと自分相方がいて、その子が違うとこ行っちゃったりとか、で YOSHIKI は小学校の時に誰からも相手されなくて引っ越しちゃったりとか、そういう共通点話してたのが名前の由来で、客裏切っていこうぜ俺らが次はっていうのでつけたのが最初の由来なんですよ。もうベッドレイは出ないってことじゃない。そうでしょ、今年は出ないです。来年は出ます。オッケー。来年、来年30周年やからね。そうっす、もう来年は出るって決めてて、もう曲も決め始めてます。そうなん。そうなんですよ。いや素晴らしい。完全沼やな。沼っすね。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。神風もよろしくお願いします。
インスタ毎日上げてるやん。あれはなんであれをしようと思ったの？コロナに入ったじゃないですか、うん、することが急になくなって、すごい練習が好きなんで、うん、まあ、毎日4時間ぐらい練習してるんですけど、うん、どこに発散したらいいのかって分かんなくなって、イベントも何もないし、ただ練習してるだけじゃもうめちゃくちゃ溜まってくるっていうことだな。そうですね、毎日投稿してやろうと思って、うん、上げ続けましたね、毎日。普通にそれが習慣になってって、うん、上げないとうずうずするというか、はい、もう完全にそこから毎日上げてるの、全く休んでない。そうですね、今はちょっと2日に1回でもなってましたけど、そういうことだ。コロナの2年間ぐらいは毎日2本とか上げてました。3年ぐらい経って、ね、フォロワー全然増えた。もともと5000人だったんですよ、うん、それが毎日上げてったら10万人になって。そうなん？10万人になったの？それでレッドブルで優勝したら何人？25万人。3年かけて10万人やったんが一夜にして25万人15万人増えたってことね。15万人増えたんですよ。すごいな、やっぱ影響力ってすごいですよね。練習は外でやってるわけじゃないやん。家超ちっちゃいんですけど、うん、家の中でやってるの？そうなんですよ、こんぐらいの鏡に向かってアイソレーションずっとしておいてくれってやってます。そんなに広くないんやろ家。全然広くないです。でもめちゃくちゃダイナミックなスタイル。逆に家でアイソレーションの練習しかしないんですよ。ああ、そういうことか。細かい練習しかしないから。お前のダンスは無理やろ狭い家の中じゃ。逆にそれが開放的に踊れてんのかなと思います、外で踊る時は。アイソレ4時間ぐらいやるっていうのがすごい基礎になってるってこと。そうだと思います。裏切りがないですよね、やっぱ基礎って。今19歳やん。日本にストリートダンス入ってきて1983年に入ってきました、うん、今ちょうど40年。この若手から見て先輩ってどういう風に見てる？一番上の世代は話せないです。レジェンドすぎて、うん、マシンさんもそうですけど、喋ってるやん初対面の瞬間とかどう話しかけたらいいか分かんないから、うん、レジェンドたちがいなかったら何も今自分ダンスできてないって思うから、うんうん、個人的にはもうなんかよく分からないぐらいまで来ちゃってるんですよ。やばすぎて、まあまあまあ、すごすぎて、うん、それよりちょっと下ぐらいのシーンの方がよく分かるかもしれないです。じゃあ横井世代とかは？吉江さんからその話もよくするんで、うん、スーパーチャンプルのイメージですね。姉がすごい好きだったんですよ、横井さんのこと。ああ、そうなんや。その時から知ってて、うん、で吉江さんもその時から知ってて、うん、だからその世代の人たちを言ったらちょっとテレビの中みたいな人たち気持ちですね。ちっちゃい時に見てるんで、まあまあ4歳とか5歳から見てるわけやもんねその下の世代ぐらいは30番ぐらいは。でもなんかみんなもっともっと、うん、なんか無知になってほしいなって思います。それは面白い面白い。もっと無知になって若い自分たちの世代に刺激させてくれたけど、うん、今のレジェンドたちが相当の刺激を与えてたから、うん、それみたいな感じみんなもっと出てきてほしいって俺は思っちゃいます。なるほどな、まあ、俺から見たら、はい、レジェンドたちが今の方が刺激与えてると思う。例えばこの前のポップボックスとか、やばいよ。やばかったですね、うん、大阪のナビお前っていうところで一緒に踊ってたゆきとかしんちゃんとかサムシンが楽しんで思いっきりバトルしてるっていう、なんか俺めっちゃ悔しいわって思ったし、本当に素晴らしいし、それで若い子が大御所って言うんじゃなくてもうすげえってなってるやん。60手前になってまだできるんやっていう夢を与えてるって思って。確かに。ちょっと一ついいですか？20歳前半ぐらいのやつってバトルとかこう一つのことに対してちょっとこうすまし顔で見すぎてるんじゃないかなって思う、うん、まあ、すごく思ってて。それは昔からそうやん。ニュースクールは絶対斜めから見て派閥もすごい多いし、もっともっとヒップホップの先輩たち出てきてほしいな。一人そういう胸熱な先輩がいてくれるとヒップホップのシーンもすごい変わるんじゃないかな。ヒップホップもっと盛り上げてほしいんですよでぶっちゃけると煙たいみたいなヒップホップもかっこいいけど、みんなそれを真似しすぎちゃうとそれしか生まれてこないから、こうもっともっとこうヒップホップに関してはすごいなんかなんだろうな、こうなんかこう進化してほしいというか、古いスタイルを大事にするのはすごい大事だし、でもそっからこう古いものから新しくするのも今の人たちがやんなきゃいけない、自分の世代たちがやんないといけないことだと思うから、もっとヒップホップに関してはもっともっとみんながめちゃくちゃ問題意識持ってるなってなるんですよ。ヒップホップバトル行くとわーってなるんですよ。だから日本の方が生きにくい感じよね。世界の方が伸び伸び踊れるっていう。そうですね。
ね。自分日本のヒップホップバトルで全く勝てないんで、海外のヒップホップバトルだと勝てるんですけど。確かにな、俺もよう言うてるもんな。絶対ソラキのが良かったって。そうなんですよ。シンさんみたいな人が言ってくると もっと頑張ろうと思えるし、パワーになるんですけど、日本のヒップホップに対してはすごいスキルもみんなあるから、みんな超うまいし、超かっこいいし、なんかそれをもっとみんな出してほしいと思っちゃうんですよね。なるほど。俺は一つバトル出るだけで100番もらえたりとか、はいはいはい、そういう時代になってほしいなと思いますね。ラップバトルって今すごいじゃないですか、はい、それぐらい今の環境とシーンが盛り上がってくれたら、一般客も見るし、コアの人も見るし、格闘技みたいにファイトマネーでまずもらえて、勝ったらまたそれでもらえる、それをちゃんとメディアで取り上げてもらって、それがアイドルチックじゃなくて、もっとヒップホップ的にかっこよく盛り上がってほしいと思いますね。ダサく盛り上がらないでほしいと思いますけど、アートなわけやん。でそれがこう見る人によってうまい下手も全然感じ方も別々やし、基準がないっていうのがすごい難しいことやなと思う。俺は基準がないからそこにみんなの美学が生まれるんだろうなと思います。俺も完全に総派やで、だからダンスディライトでも総合点でしかつけへんねん。そうなんですか、他のコンテストって海外なんか特に絶対テクニカルなんとかってもいろんな項目に分かれて点つけたりする。そのイメージです。ダンスディライト、いやこれはそうじゃないねん、いろんな国でやってきたけど、任せてたら絶対に俺ジャッジするときジャッジ表見せられたらわーって項目分かれてんねん。へー、いやこれは俺は使わへんですって、なんでなん、これは当たり前やよって。そうしな、後から聞いてこられたらどうすんの、これで作るんや、俺はもうダンスディライトやらない。ダンスシーンは自分たちの世代の人たちがもっとレジェンドたちがしてくれたことを引き継ぎながら広げていけたらいいなって、かっこよく広げていったら貢献できるのかなって俺です。レジェンドも別にそんな気にしなんでいいと思うね、いい意味でね。レジェンドも別にレジェンドになろうと思ってレジェンドになったわけじゃないやん。おいらも始めた頃は10代でそんなもう30まで踊るなんて全く思ってなかったし、長年続けたら勝手にレジェンドって言われる、自分の中でレジェンド感なんて1ミリもない。周りがそういう風に言うから、もうなんかレジェンドなんかなって思うけど、俺もダンス好きやし楽しいし、この仕事を携わりたいからおるだけ、今もダンス好きやし練習するだけ、どんなスタンス、ソラキも他の子も長いこと続けたらレジェンドになるのよ結局。あ、確かにそうですね、そう間違いないですね。そうだからやりたいようにやって、やりたいようにやって続けてたらそれがパワーになっていい影響を与える。確かに、まあね、もうみんなに聞いてるんですけど、ソラキにとってダンスとは。自分とダンスは服着るとか、ズボン履くとかと同じなんですよ、必需品なんですよ。踊ってない時間もないし、音楽が流れてない時間もないし、なかったらっていうことを考えられないものなんで、ダンスまあだってもう0歳からダンス音楽にどっぷりで目の前で姉ちゃんのダンス見まくって、それはもう当たり前やね。そうなんですよ、まあ、空気と一緒やん。そうっす、だからもしなくなったって考えたら、死ぬよね。死にますよね、何してるんだろうと。湘南のヤンキーになってるんじゃないですか多分。いやなってないと思う、死んでるダンスなかったら死んでる確かに本当死んでると思います、マジで。本当考えられないですもん、ダンスが好きすぎるんですよ。何ダンスが一番好きなの？全部が好きなんですよ、別にストリートダンスにこだわらず。そうそう、俺バレエやりたくて最近っていうぐらい好きなんですよ。ダンスそのものが好きなんですよ。いや、なかったらマジやばいですねやばいです、考えられないです、怖い。ダンスは必需品です。はい、いただきました。将来の夢はスーパーボールで一人でショーケースしたいんですよ、ハーフタイムショーで。今年はリアーナの立ち位置に行きたいんですよ、俺が指揮者になって、いろんなアーティスト呼んで、踊っていきたいんですよ、っていうのが夢です。好きなアーティストだけ集めて、その人たちの一番有名だった曲を部屋にして、いろんな6部屋ぐらいあって、ドア開けて、俺がこうそのコラボしてってドア開けてたら、うわーなんか痺れるなそれやりたいんですよ、それが夢ですね俺の。いいな2年後3年後ぐらい叶えられたいな。そうですね、もうそのぐらいの気持ちでいます、すぐ叶えるつもりでいます。
今日は長い間こうやってインタビューしたけど挨拶程度ぐらいしかしてなかったから俺知らんことだらけやから19歳っていう若いからこそのいろんな話もあったしいろいろ逆に勉強になった。本当ですか、うん、自分が10代の頃のあの思いをぶつけられた感じでなんかめちゃくちゃ応援したくなったし嬉しいです。やっぱりソラキ今もすごいパワーを感じるから、うん、今もどん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 もう何も気にしやんと突き進んだら絶対いろんなものが見えてくると思うし、はい、いろんな人がバックアップしてくれると思うから、うん、頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございます。やっぱりいいなと思ってますね。いやー素敵。新しいことにチャレンジしてるし攻めてるしなんか全然違うジャンルなのに調和してるのはレベル高いことダンスの力が強いんだと思います。はい、なんか頑張ってほしいです。いややっぱり3話連続で見るとすごいね。1話1話見るよりなんか入ってくるよね。映画見てる感覚になりますね。ドキュメンタリーみたいな。皆さん見てください。本当にありがとうございます。また出ます今回は夏休みスペシャルということでトラキの過去の動画を全部見ていただいたり今日のワークショップのね風景も含め、はい、このね乾杯してるねトラキと、はい、なんかもう急に大人になったよ ね。 そうですね。これだけでレアなねトラキの姿も見てもらって長い間最後までご視聴いただきありがとうございます。めちゃくちゃ暑い。今日もねこの店来る前にもう溶けるんちゃうかなぐらい暑かって年々これ夏やばいねって言うと。おかしいです。学生の皆さんもそれにめげずダンスに励んでこのねマシンの部屋も見てもらって歴史やいろんなダンサーの考えを共有してもらってダンスライフ楽しんでください。それではマシン原田でした。乾杯。乾杯です。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。